今から1年前、銀座のど真ん中に一軒の寿司屋がひっそりとのれんを出した。こじゃれたビルの3階にあるその店の名は沢田。磨き抜かれた店内に客席はたった10席。常に最高級のマグロにこだわる若き伝説の寿司職人、沢田浩二35歳。マグロを取る漁師が命がけなら、この男も命がけ。真剣勝負さながら一貫のマグロに挑み続ける。愛知県出身の沢田は高校卒業後、寿司職人を目指し銀座の名店で修行。その後、一国一城の主となるべく運送会社でがむしゃらに働いて資金を貯め、中野坂上に念願の寿司店をオープンさせた。わずか5席しかない小さな寿司店だったが、自分が納得するまでは決して妥協しないその仕事ぶりが寿司通の間で評判となり、全国規模で予約の電話が入るまでになった。半年先まで予約でいっぱいの店。銀座に移ってからもそれは同様で、いつしか人は沢田の寿司を幻と呼ぶようになった。早朝の築地市場、馴染みにしているのは名だたる高級寿司店を顧客に持つ仲卸の藤田。大間のマグロを買い付けてから1週間、今日はそれを引き取りに来た。これまだ新しい取れたての、これを熟成させるとこういう形になる。そうすると赤身とかにもこう旨味が回ってきて、旨味が回ってきてちょうど使い頃ぐらい。まあうるさいですね。うるさ型ですよ。誤解を承知であえて表現するならば、熟成とは腐る一歩手前の状態。1週間から長い時で2週間、低温でじっくりと熟成させたマグロは取れたてのものなど比べ物にならないほど味に深みが増し、芳醇な香りさえ漂うという。赤身、中トロ、そしてマグロの背の部分、小トロを柵切りにし、この3点を使い分けることで客の舌をうならせるのだ。沢田によって新たに命を吹き込まれたマグロから遥か津軽海峡の潮騒が聞こえてくる。予約客の到着時間を考え、そこから逆算して仕込まれるシャリ。ところが極限までうまさを追求する沢田は、握るネタによってシャリの温度さえ変えるというのだ。塩と酢の効くのっていうのは、効きっていうのは温度で多少違いますから、白身だとちょっと冷まし気味の酢飯で握ったり、でマグロや特にカツオだとか、あと茹でた車エビですね、握る前に茹でますよね。で軽く冷ましてからやりますんで、その車エビの茹でた温度と同じぐらいのシャリを握ると。妥協という言葉とは一切無縁のように見える沢田にも、実は今思い出しても痛恨の極みとしか言いようのない出来事があった。店がまだ軌道に乗らず、来客数ゼロが続いたある日、沢田の油断の隙間をついてふらりと元祖食通の達人が現れた。山本増弘である。味に命を懸けるのが職人ならば、それを受け止め力不足と思えば情け容赦なくバッサリと切り捨ててみせるのが食通の達人である。研ぎ澄まされた舌の持ち主山本もまた味に命を懸ける人。客として堂々と食し、思うところは忌憚なく述べる。そんな山本が独立間もない頃の沢田ののれんをくぐっていたのだ。いただいてる見れば酢飯がきちんと効いてる。最近この酢飯が全然効いてない握り寿司が多いんで、これ見どころあるし、上のお魚もいい、白身から握ってくださったと思うんですけどね。山本はそれを連載記事に書いた。沢田のことを志の高い職人と認めた。
しかしただ一つ致命的な弱点を指摘したのだ。マグロになったらガクンとなんか質が落ちちゃったんで、昨日まではいいマグロを入れてた、とにかくお客さんが来ない、しょうがない、もうね、お金のこともあるし、マグロをちょっと落とそうと思ったところにやってしちゃったっていうね。マグロにとってもこだわってたと思うんだけれども、悔しかったと思います。彼は悔しいなどというレベルではなかった。以来どんなことがあってもネタの質だけは落とすまいと固く心に誓った沢田。マグロが取り持つ因縁、一貫の握り寿司が人生を左右することだってある。若き伝説の職人と食通の達人のマグロをめぐる果たし合いが再び始まろうとしていた。若き伝説の寿司職人の前に現れた食通の達人。久しぶりで、元気でやってます。はい、お疲れ様で。今日はなんかマグロをいただくという、寒くなったんでマグロが美味しくなってきたかなと思って。そうですね。でも、ま、マグロといえば最初のやつは忘れられないでしょ。いやそうですね、ね、懐かしいよね、今から考えるとね。そうですよ、僕もうあれは忘れられないっていうか、もう忘れたらダメですよねマグロだけがダメだって。そう、ついつい言っちゃったんだね。いやいや、でもあれからですよ。なんかだからマグロの因縁があるんだ最初から、はい、ねえ。そうですマグロの因縁、独立直後客が入らずやむなく一度だけ質を落としたマグロを出し、それを山本に指摘された沢田は、この日大間さんの極上マグロで改めて山本をもてなす。まずは赤身の握り、シャリの温度、そして熟成の具合。食通の達人はどんな感想をその口から紡ぎ出すのか。これはそんなに十分に寝かしたっていう感じじゃないでしょ、ね、まだ10日目ぐらい、ねね、若めですよね。でも酸味と鉄分の味がちゃんとあって、赤身のならではの美味しいね、やっぱり大間の漁師が命かけて取ってきた、うんうんね、マグロですね。やっぱり食べなくてももう持った感触で、あのキメみたいなのが違うのが、ちょうどこれ今中トロなんですけど、うん、赤ちゃんの肌みたいな感じなの。そうなんです。赤身と中トロでは握り加減が微妙に変わる。沢田が仕掛けた一貫を山本が舌で受け止める。僕は思うんだけど、やっぱり舌の酢飯が、はい、あってこそのマグロだと思って、僕はマグロのお刺身を食べて美味しいって言ってる人の気が知れないんだよ、うん、そういう人から袋叩きに合うかわかんないんだけど絶対お寿司で食べて一番美味しいお魚の一つですよね。そのまま食べるよりやっぱり酢飯と一緒に食べるからね、マグロの持ち味が 何倍にもこうなるっていう。美味しい。酢飯とネタを手の中で瞬間的に慣れさせる技を握ると表現するならば、沢田の寿司こそ究極の握り。そんな沢田が切り札と考えている一品がこの小トロ。小トロには赤身とトロが合体したうまさの極みがあるね。油ばっかのところよりも、はい、ね、味があってきめが細かいから、そう、口の中で溶けていくもんね、身がね。うん、さださん、鉄火巻きってやります？はい。じゃあどれがいいかな。一番3番目のがいいのかな、はい、それで鉄火巻きを1本。一見地味な存在である巻物こそ職人のセンスと力量がさらけ出されてしまうという代物。あえて鉄火巻きをリクエストするとは、さすが老練な山本。しかし若き沢田は平然とそれを受ける。
丁々発し、味の真剣勝負。その時、食通の達人の嬉しそうな声が響いた。なかなかこういう風に負ける方はいないですよ。ほら、酢飯がきれいに、もう適当にちょうどよく空気が入りながら、ぎゅっと詰まってるんでもなし。また海苔の香りに合うんだ、マグロが。ね。これまた。マグロの因縁から始まった味の真剣勝負は、いつしか懇談の宴に、果てることないマグロ談義に花が咲く。